家庭菜園ライフ。和光市で菜園をやってます下道です。今日は一つで三役こなせる防虫ネットの使い方について紹介していきます。皆さん、防虫ネットと言いますと害虫被害を防ぐ役割で使ってると思いますが、冬場でしたら防寒防風対策にも使えます。ただしビニールトンネルと比べると防寒の効果は少し軽減します。そこで1ミリ以下の防虫ネットがあると思いますが、こちらを使っていただくとより防寒防風効果があります。1ミリ以下の防虫ネットに関しては使い方に少し特徴がありますので、その点についてご紹介していきたいと思います。メリットデメリットを確認してぜひ検討してみてください。最後に質問にもお答えしていきますので、ぜひご覧ください。では行ってみましょう。それでは1ミリ以下の防虫ネットについて少し解説していきたいと思います。防虫ネットで一番多くホームセンター等で売っておるのは網目が1ミリの防虫ネットです。中には大きなホームセンターでしたら1ミリ以下の防虫ネットも売ってるかもしれません。この1ミリ以下の防虫ネットにはメリットがあります。小さな害虫の侵入を防ぐのに非常に役立ちます。例えばアブラムシ、ハムシ、それらは1ミリの防虫のネットですと侵入してしまいますので、設置していてもしっかりチェックしないと被害に遭います。2つ目のメリットとして、1ミリの防虫ネットより防寒防風に優れているため冬場の冬越しにも役立ちます。ビニールトンネルはしっかり保管しないと数年でビニールが劣化してしまいますので、防虫ネットでしたら水洗いして外気に当てておくだけで何年も使えますので、管理上は非常に便利です。ということで冬場でも網目が細い防虫ネットで2、30にしたり不織布と組み合わせれば、ビニールトンネルを使わずとも防寒防風を高めることができます。一方でデメリットですけども、中が暖かくなったり害虫が一度侵入しますと逆に害虫が居心地がいい環境になってきます。通気性が少し悪くなる分、アブラムシの繁殖も一気に進んできますので、通常の防虫ネットよりはチェック作業が少し必要になってきます。こういうデメリットもありますので、しっかり使い方を確認してみてください。こちらは1ミリの防虫ネットです。このように透明感があり中の野菜も見やすく、状況を確認するのに便利です。こちらが1ミリ以下の防虫ネットです。先ほどの防虫ネットよりも白っぽく中が見づらいのがわかると思います。非常に微妙な誤差ではありますけども、小さな害虫にとって数ミリのサイズの違いが侵入できるかできないかに関わりますので、このような細かいネットを使いますとより害虫の侵入を防ぐことができます。ヨトウムシ、アオムシなどは1ミリの防虫ネットですと葉が防虫ネットに触れていますと上から卵を産みつけるということもありますので、害虫被害に悩まされる方はぜひ細かい防虫ネットを使ってみてください。概要欄にもリンクを載せておきますので、ぜひ参考にしてみてください。まず防虫ネットのサイズについてですが、畝幅に対して最低140センチ以上取るようにしてみてください。こちらをご覧ください。このように段ボールを立てますと、こちらの高さ分の長さが必要になりますので、最低片面70センチほど長めにカットしてみてください。少し設置が心配な方は両サイドで80センチ80センチで160センチ長く購入しておけば調整しやすいので、少し長めに余分に買った方が便利です。
切れ端などは保管しておいて、破れた時の塞ぐように保管したり、ベタ掛けなどの代わりに使うこともできますので、うまく活用してみてください。ここが最も重要です。網目が細かい防虫ネットに関しては、中にすでに害虫がいると非常に居心地がいい環境になってしまいますので、未然に撃退しておきましょう。特にアブラムシです。防風防寒効果もありますので、アブラムシが内部で繁殖してしまったり、冬場なのに活発に活動したりしますので、防風防寒を期待して設置して、逆に被害が拡大してしまうということもあります。細かい防虫ネットというのはこの部分が非常に重要で、設置前のチェックと設置後のチェックが非常に重要です。ではやっていきましょう。こちらの大根にアブラムシがいないか確認していきます。特に下の部分にアブラムシがいないかチェックしてみます。今のところ何匹かいますね。こちらを見てください。おそらく1匹から始まっていますが、すでに小さな、これは繁殖が始まっているようです。こういったものが非常に危険です。ここに網目が細かい防虫ネットを設置すると、いつの間にか大繁殖して、真冬なのにアブラムシ被害が拡大することがあるので、事前に捕殺をしておきましょう。こちらにもいました。やはり活動は鈍いかもしれませんが、このように何匹かいます。早いうちに対策が必要です。実際にこのまま設置したり、設置後チェックを怠るようなことがないように細かく見ていきましょう。それでは設置作業をしていきます。網目が細かい分、少し防虫ネット自体が硬くできておりますので、作業がやりづらいです。その分防風防寒対策ができますので、防虫効果もあり、一石二鳥です。設置前に害虫がいなければ非常に効果が高いので、チェック作業が定期的にできる方はぜひ使ってみてください。トンネルパッカーをつけていきます。洗濯バサミでも代用としてできるんですが、冬場は風が強くて飛ばされることがありますので、できればパッカーを使った方がいいと思います。このように設置ができました。冬場は害虫の活動も弱まってきますので、畝の周りを土等で囲む必要はないと思いますので、そのままの状態でいいと思います。網目が細かくなればなるほど内部の温度が高まります。あまり中が暑すぎる場合は、天気がいい日には裾をめくり換気をしてみてください。ちょっとやってみます。全部開ける必要はありませんが、裾を10センチから20センチほど開けてみてください。このようにめくってください。これで換気が十分だと思います。うまく活用すれば非常に便利な資材です。やってみてください。それでは質問コーナーです。こちらの大根の辛みを少なくする動画にコメントをいただきました。冬でも大根の種をまけるんですね、というコメントをいただきました。秋まきの品種じゃなくて、冬まきの大根の種をホームセンター等で販売されております。ただしパッケージの裏を見ますと、種まき時期ではないと書いてはありますが、防寒次第ではうまく育てることができますので、ぜひ実験してみてください。単形の大根や中太りの大根などはうまくいくと思いますので、小さい大根でしたらより成功率が高くなると思いますので、チャレンジしてみてください。ただし防寒をしっかりとやって栽培してみてください。今日は網目が細かい防虫ネットで防寒防虫害虫対策をやってみました。この動画が面白かった方はチャンネル登録といいねボタン押してください。ではまた、バイバーイ。